ポール・マイケル・ローマーはアメリカ合衆国の経済学者。現在はスタンフォード大学で教授を務める。専攻は経済成長理論。コロラド州デンバー出身。新しい経済成長理論とも呼ばれる内政的成長理論の確立と発展に大きな貢献を成した経済学者の一人と目されている。1997年にはタイム氏により、 アメリカで最も影響のある25人の人物の一人に選ばれた。専門分野以外の活動としては2000年にオンラインで教材を提供する教育工学関連企業アプリアを創業したことが特筆される。父親は元コロラド州知事のロイ・ローマー。ローマーの業績の多くは経済成長理論の分野に集中している。長期的な経済成長は アダム・スミス以来経済学の主要なテーマであったが、これを現代的なフレームワークで扱うにあたり、基礎的な貢献を行ったのは、ロバート・ソローであった。ソローモデルは、経済成長を分析するための基礎を与えるもので、あるが、持続的な成長を説明する上では、問題点も抱えていた。ソローモデルによると、個人の消費と貯蓄の選択により貯蓄に回った。 所得は資本に投下され、資本が蓄積される。イノベーションがないとするとこの資本の蓄積により、定常均衡に至るまで一人当たりの生産量は成長するが、一度定常均衡に達すると一人当たり生産量は成長しなくなる。たとえ貯蓄率すなわち投資率が向上したとしても、それにより新たな定常均衡が生まれその新しい。 定常均衡に至るまで成長を続けるに過ぎない。ソローによると持続的な成長をもたらすいわば、成長のエンジンとなるのはイノベーションである。経済成長に関するソローのもう一つの重要な貢献である成長会計では、経済全体の成長の源泉となるのは資本への投資と労働人口に加えて、いわゆるソロー残差あるいは、全要素生産性と呼ばれるものである。 この全要素生産性とは生産性の成長のことに他ならないがその中にはイノベーションも含まれる。さらにその後の実証研究によって実際の経済成長に最も貢献するのは全要素生産性の項であることが明らかになった。このようにイノベーションは経済成長にとって決定的な役割を果たすにもかかわらずソロモデルは 技術の成長そのものを説明せず、外性的なものとして、イノベーションを扱っていた。従って、ソロモデルの内発的なメカニズムによってのみでは、持続的な経済成長は説明できず、このことが大きな問題となってきた。なお最適成長モデル、もしくはラムゼーキャス・クープマンスモデルと呼ばれる、経済成長理論におけるもう一つの重要なモデルでは、貯蓄率が アドホックに与えられるソローモデルに対して個人の消費と貯蓄の配分が最適化行動によって決定され最適貯蓄率がモデルによって導かれるという点で異なっているが成長のメカニズムに関する願意では共通している持続的な成長を説明できないという従来の経済成長理論の限界を乗り越えるべく成長のエンジンとなるメカニズムをモデルに 組み込みそのメカニズム自体をモデルによって説明しようとする試みが1980年代より始まった。この試みの中から誕生した一連のモデルを内政的成長理論という。そしてロバート・ルーカスとともに内政的成長理論の確立に先鞭をつけ一連の研究を主導した経済学者こそローマーであった。 ルーカスが人的資本の蓄積による生産性の向上に注目したのに対し、ローマーはイノベーションが発生しそれが持続的な成長を生み出すメカニズムをモデル化しようと試みた。1986年及び1990年の論文でローマーは R&D などで生み出される知識やアイデアが最終材の生産に投入される中間材の種類を増加させ、 その増加が最終材の生産性を向上させる過程としてイノベーションを描き出した。ここで重要なのはアイディアが非競合材であり、規模に対して収穫低増であるという点である。そのため例えばアイディアの投入を2倍にすれば、産出量は2倍以上になる。アイディアが非競合的で、規模に対して収穫低増である理由は、アイディアを生産するには、 最初に固定費用がかかるものの限界費用が例であるという点に求められる。すなわちあるアイディア、または知識を生み出す際にはコストがかかるが、一度生み出されたアイディアをコピーしてもう一単位作るにはコストはほとんどかからない。ところでこのような性質を持つ材は完全競争市場では最適に供給されない。そこでローマーは、 最終在市場で完全競争の過程を維持する一方、アイデアを投入要素とする中間在市場を独占的競争市場としてモデル化した。逆に言えば、アイデアの持ち主に独占的な権利を与えなければ、アイデアには適正な価格が付けられず、コストが回収できないためアイデアを生み出し技術を革新するインセンティブを失ってしまうことになる。つまり独占力を与えることで、 アイデアの持ち主は利潤を上げることができ、新しいアイデアを生み出すインセンティブを持つのである。ローマーのモデルでは、アイデアや知識を用いたイノベーションが、持続的な成長を導くメカニズムを説明することに、力点を置いているが、その際鍵となるのはアイデアが、規模に対して、収穫定像であるということである。ローマーのモデルの斬新さは、持続的な成長をもたらすメカニズムを明らかにした。 点だけではなく、そのメカニズムを説明する際に規模に対して、収穫定増であるという規模の経済を仮定した点にもある。ローマーラが主導した内政的成長理論は1990年代には、学会を設計し、経済成長理論において、主要な位置を占めることとなった。また経済学において、経済成長の問題への関心を高める上でも、大きな役割を果たしたと言える。 こうした業績からローマーは2018年にノーベル経済学賞を受賞した。定常均衡は、貯蓄率、人口成長率、資本の減毛率、及びイノベーションが存在する場合は、技術の成長を表す変数の4つの変数により、決まる。詳しくは、経済成長理論のページを参照のこと。ただし、経済全体の生産量は、人口の増加と比例して成長する。 ありがとうございます。